はい、今回はですね、東京都の三鷹にやってきました。はい、前回、まこと一緒に行ったんですけども、どうしてもこのお店気になるということで、今回はあやちゃんと一緒に行ってみたいと思います。それでは、行ってきます。今回は、前回これ食べたんですね、松ステーキ。松ステーキ。で今回このアンガス牛、リブアイステーキっていう食べてみたいと思います。それでは今日は300食べます。あやちゃんは松ステーキの200にしました。いいね、1000円ちょうどで。本当に。ね。場所。スープ。美味しそう。スープとサラダ。がついてるんですよ。すごいね。飲み放題。しかもこれね、好きなようにトッピングしてオッケーということなので、わかめ入れてみました。はい。すごいね。これが全部ついてます。コーンとポテトサラダ。コーン入れたいと思います。ドレッシングも、人参、フレンチ、オニオン。いいね。ちょっと人参で。そう。サラダとスープ出てきました。サラダいただきます。人参のドレッシングは結構野菜の甘みがある。はい。溶岩石とかも嬉しいね。肉も肉なんですけど、塩がね、最高に好きです。はい、岩塩肉、岩塩だけできます。おお、いい感じ。ちょっとこれ、いただきます。うん、食べるの一番適してるね。ちょっと岩塩、私も行ってみよう。岩塩ですけど、あ、柔らかいのと断面がこれよ、すごい、美味しそう。いただきます。柔らかいし、もうすでに振ってある塩結構効いてて美味しい。岩塩が僕を食べるのに一番適してるね。岩塩、私ね、行ってみよう。すごく柔らかい。勝負いらないぐらいです。塩だけで十分うまいです。美味
そう、すごいね、この焼いた感じね、うん、そうそうそう、柔らかい、肉の旨味がすごい、油が甘い、甘いです。ありがとうございました。ありがとうございます。22、23です。さっきのオリジナルソースっていうのをちょっとつけてみます。生姜、香味野菜が効いてる。美味しい。ガエンっていうのは最後まですごく美しく食べられてるね。あやちゃんも最後、うん、あっという間に来ちゃった、ね、オリジナルソースっていうのをちょっとつけて食べてみ見てます今日は。早速食べました。はい、食べてきました。ごちそうさまでした。あっという間の出来事だったんですけど、いや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 、肉が柔らかくてやろびっくりした。で、今日食べて自分が思ったのは、うん、あの、松ステーキ、うんうんうん、あれ本当に柔らかいと思った。前回は松ステーキ食べたんですよ。あ、そうだよね。で、今日は、うん、あのアンガス牛の、うんうん、ステーキを食べたんですけども、うん、こっちの方がすごい噛み応えがあるというか、すごい。で、脂身がちょっと多いと。なるほど、うん、だからまあ赤身が好きっていう人は、うんうん、松ステーキをおすすめですね。確かにすごい食べやすいからね、女性でも多分ペロッといけると思います。 200g ってあっという間じゃない？あっという間だった、あっという間だったねえ。でもちょっとびっくりするよね、このコスパは。いやすごい、あれで1000円で、うん、しかもスープとサラダが食べ放題、うん、あれはねすごい嬉しいね。なんか一瞬沖縄に来たような気が確かにしますね、うんうん、はい、ということで、はいはい、今度はまた違うものを食べてみたいなということで、確かに、はい、試してみたい、はい、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。